そうか、オリハルコン・セーランは簡単に折れたか。ああ、やられたのはカノヌシにだが、シグレが相手でも同じだっただろう。固いだけではなあ。すまなかった、柄にもなく無心などとうぬぼれた。うぬぼれていいさ、お前の腕は間違いなく超一流だ。次の刀期待してるぜ。お前はまだ俺を信じてくれるのか。当然だろう。世界のどこにオリハルコンを刀にできる鍛冶がいる。そんな名工が何百年も迷って悩んであがいた末に生まれる刀を俺は振るってみたい。六郎、それとももうゴーランに勝つのは諦めるか。諦めた男の顔に見えるか。全く見えないな。後悔は順調だよ。問題はアルトリウスたちの儀式とやらにどの程度の時間がかかるかだ。アイフリードは沈めの儀式って言ってた。おそらくカノヌシの力を解放するためのものよ。だろうな。ベルベットの絶望とライフィセットを食えていない以上、完全ではないはずだが、発動すれば人の意志が奪われる。そして醜い人の業は静まり、汚れは生まれなくなりましたとさ。めでたしめでたしというわけじゃな。意志が消える、昔の僕みたいに。何かが来る。これは領域。うん、カノヌシのだ。意識を奪われた。まだ完全には意識を封じられておらん。六郎、全員殴って目を覚まさせい。任せろ。アイゼン。ああ、一旦近くの港につける。ゼクソン港だ。頭の中を引っ張られてるような感じがする。気合を入れろ、意識を刈り取られるぞ。これってあ、ボラードの
あなたは無事だったのですね。いや、私は無事でいてはいけない。私は利を貪った。他人を蹴落とし利用した。特急手配犯にまで手を貸して事業の拡大を図った。醜すぎる汚れ、許されざる業だ。まさか。やめてください。汚れはなくさなければならない。私は死ななければならない。死ななければ。死ななければ。違う！そんなのって！死ぬのは勝手よ。けど、死ななければならないってのは気に食わない。己が汚れを自覚した者は自ら命を絶つか。実に無駄のない断りじゃな。家事を奪うどころか、生き死にまで押し付ける気か。ふざけやがって。何が起こってるのか調べるわよ。それとも見たくない？見たいはずないでしょう。でもそれ以上に逃げたくありません、うん、まずはこの力の影響範囲を確かめる。ローグレスまで行ってみましょう。これがカノヌシによる鎮静か。清涼な目指していた理想の世界だというのですか。ビーン、みんな目が死んでるでよ。この世界ちっとも楽しくないでよ。心を抑えつけるだけじゃなくて死ぬことを強制するなんておかしいよ。死ななきゃならないなんて理想があるかい。無理やり心を抑え込んだところで今度はそれが新たな業を生みかねん。ならば命ごと心を絶てばいい。というのはいかにもジジイどもの考えそうな断りじゃな。何が断りだ。とにかくローグレスへ向かうわよ。この世界はどうなってしまうんでふ。カノヌシの力はどこまで広がってるんですか。カノヌシの領域が広がった瞬間、すごく遠くから力が近づくのを感じた。広がった力は空を覆い尽くすような感じだから、きっと他の町にも。少なくともこの国全ての人間に届く範囲で領域を広げたはずじゃ。さもなくば鎮静化の意味はないからの。今頃各地でゼクソン公と同じようなことが起こっているのですね。操り人形のようになるか、あるいは自ら命を絶つか。あの一瞬で理想の地獄を作り上げるとは、聖主カノヌシ恐るべしだな。私たちはそれほど強大な存在に立ち向かおうとしているのですね。降りるなら今が最後のチャンスよ。地獄に降りろと。この先に進んでも地獄なのは変わりないわ。ええ、でもこの道には心も意志もあります。同じ地獄なら生き地獄を私は選びます。泣いても知らないわよ。先を急ぎましょう。聖主の御座を訪れた人々に記念の聖杯を売りつけようとしていた私は愚かでした。人を騙して手に入れた金で真の幸せなど得られるはずがないのです。この汚れた命をやり直すために土産屋を畳み、出家して聖堂教会に入る所存です。この税を貪るのではなく、すべての人々のために身を捧げ、聖なる教えを人々に伝える、そうあるべきなのです。ああ、カノヌシが人の欲や業を抑え込んだことで見事なまでに汚れのない清らかな人間になったわ。こんな気持ちの悪い世界を作るためにあいつらは。あなたたちは火気空気術団の。惜しい、マギルー奇術団じゃよ。お名前すらまともに覚えられないの。奇術を見せろなどと、いつぞや失礼なことを、そちらのお嬢さんにはポッポと言ってほしいなどと、
別に面白くもないことをお願いしてしまい、自分を殴りたい。いえ、殴るべきなのです。複雑に入り組んだ怒りが湧いてくるわね。一時の快楽を求めて記述など見るべきではない。なすべきことをなし、しかるべく働けばいい。そんな当たり前のことができない私こそ、この世界から消えるべきなのです。どうかあなた方の技術で私をこの世界から消し去っていただけませんか。人は老いゆく自分を認めなくてはならない。かつてのような力仕事ができなくなり、人様の役に立てなくなった私は街で暮らすべきではない。迷惑をかけないよう、人里離れた場所で静かに死ぬ時を待つべきなのだ。老いを認めるっていうよりは、老いを諦めたって感じだな。こんな輩が増えれば、ウバステ山が満員になるぞ。貴重な食料を消費するばかりで、役に立たない動物は飼っていられないのだ。だからまとめて外に捨てたのは正しい断りなんだよ。友達の男の子は飼ってたカブトムシを全部捨てたよ。それが断りなんだって言ってたよ。僕はクワブトを捨てたくない。私のような身分の低い者がパーシバル様に憧れて心をときめかすなど愚の骨頂でした。分相応の男性を配慮として分相応の生き方をし、欲や見栄に振り回されず生きるべきなのです。養子の履修ではなく、生物として必要な相手を見つけ効率よく生活することこそ断りなのです。決して間違ったことを言っていないのに、ものすごく違和感がありますね。景観のためだけに備えられ、水を流し続ける噴水など無駄以外の何者でもない。止めるべきだ。噴水だけではありません。町にも家にも無駄な装飾が多すぎます。ゆとりという名の欲望が無益な争いやいさかいを生むのです。不要なものは全て処分すべきです。そうだ、欲に支配されてはならない。自らを律し質素に生きるべきなんだ。全てをそぎ落としてゆけば、いつかは生への欲望までも捨て去ることになるぞえ。意志の残ってる人いないのかな。きっといます。いるはずです。子供の泣き声。ママ、怖いよ。ママ。感情を出してはダメよ。さもないと、こいつらが。パーシバル王子とタバさん、意志をなくしてない。まだ意志はあるな、タバさん。ええ、なんとか。でも、パーシバル殿下と女の子が。さっきの奴らが連れ去ったようじゃな。殿下は私たちを逃がそうとしてくれたのよ。清涼は感情を残した人間を離宮に集めていると言っていたわ。王子たちを追うわよ。離宮に何があるのかを確かめる。正門はどんな警備が敷かれてるかわからないよ。裏からこっそり行こう。なるほど、地下道を再びだな。そういうことね。さっきのはゴーマじゃなくて精霊だったな。はい、意志を残している人間を集めるよう命じられているのでしょう。カヌヌシは未だ不完全ゆえ鎮静しきれぬものも出る。
そやつらは精霊を使って強制的に処理するということじゃろうな。処理、たとえそれが王子でも子供でもか。タバサは大丈夫かな。あの人の心は簡単に潰せやしないわよ。ああ、その辺の兵士よりよほど気骨はある。鎮静化には耐えられても、また聖霊に見つかってしまったら。連れ歩く方がよほど目立つわ。あの女は闇組織のボスじゃ、己一人を隠すくらい造作もないじゃろうって。案外あのばあさんは影武者だったりしてな。え、僕あのタバサの作る料理が好きだったのに。冗談だって、あんな着物座ったばあさん世の中に何人もいないさ。私たちが生まれるずっと前からこの国の裏社会で生きてる人よ。心配なんかしても余計なお世話だって笑われるだけよ。そうですね、離宮に急ぎましょう。意識が。カノヌシの魔法陣、意志を直接食らう気か。パーシバル王子、無事？ありがとう。震えを感じる心は残っているようだ。もう大丈夫よ。あなたのママも私が探して。ママは処刑されたわ。私のために貴重な食料を盗み出したから。でも仕方ないの、断りに反したんだもの。これが鎮静化の正体なのですね。そう、同志アルトリウスが目指す理想世界だ。汚れと傲慢化の仕組みがある以上、こうするしかない。だから王国は彼の計画を承認した。だが私は。悲しみはないけれど笑顔がない。憎しみがない代わりに愛もない世界。世界中がこんなになっちまったのかな。いや、御座に近い王都ですら意志を残した者がいたくらいだからな。だがあまり猶予はなさそうだ。うん、カノヌシの領域が広がっていくのを感じる。まだ完全じゃないけど、どんどん強まってるよ。わしらの意識とて、いつ鎮静化されてしまうかわからんの。王子、グリフォンは元気だよ。そうか、よかった。よかった、本当に。今まで私は自分を国のための道具だと思ってきた。だが心を消されかかったとき願ってしまったんだ。怖い、嫌だ、自分をなくしたくないと。私はこの理想世界が恐ろしい。身勝手を承知で頼む。人の鎮静化を、同志アルトリウスを止めてくれ。あなた前に言ったわよね、飛べない鳥は鳥じゃないって。同じように私も心を凍らせた人は生きているとは言えないと思うの。うん、昔の僕がそうだった。だから私たちは、私たちとして生きるためにアルトリウスを倒す。誰に頼まれなくても勝手にね。変わったな、君は。そうね、以前のあなたは憎しみに振り回される剣だった。でも今は自分の意志で剣を振るっているのね。
相変わらず鞘はないけどね。心配いらないよ。危ない時は僕が守るから。あら素敵、そんなことを言ってくれる殿方がいるなんて。でしょ、いい男よフィーは。アイゼン副長、アイフリード船長は俺が肩をつける。だがこの鎮静化は聖領がアイフリードの誇りを踏みにじって作ったものだ。俺の手でぶち壊す。私も身勝手にあなたたちの成功を祈らせてもらうわ。この世界に生きる醜い人間の一人として。気合が乗ってきたな。椅子をこのまま溝に切り込むか。バカモン、切り込むために準備がいるんじゃろうが。予定通り四聖種を起こしてカノヌシの領域を抑え込むわよ。アルトリウスは沈めの儀式は火の夜までかかると言っていた。儀式の完成が先か四聖種覚醒が先か賭けだな。悩んでも答えは出ないよ。キララウス火山へ向かおう。はい、鎮静化は断固阻止です。エレノア、タイマシたちはこのことを知った上でアルトリウスに賛同してたのか。そんなはずは。私の知るタイマシたちは人々が笑って暮らせる世界を夢見て戦っていました。だがタイマシたちがこの状況を受け入れていることをどう説明する。私がそう信じていただけだったのでしょうか。カノヌシの鎮静化はタイマシにも及んでるんじゃないかな。タイマシたちもカノヌシに意志を制御され道具になっているということか。ありそうな話だ。タイマシは融通の利かない奴らばかりだからな。あのまま清涼にいたら私もこんな世界を受け入れていたのかも。ありがとうライフセット、きっとあなたの力が私の心を守ってくれているんですね。そうなのかな。そうですよ、自信を持ってください。私に捕まって良かったこともあったのね。そうですね、あなたにも感謝します。ありがとう。本気で？ええ、心に感じたことを伝えられるのは素晴らしいことですから。 あんたには呆れるけど同意するわ。カノヌシが完全に覚醒していないのに世界に影響が及んでる。他の町もこれまでに見た町と同じかもっと別な問題が起きとるかもしれんの。マギル、精霊を覚醒させるような術はないの？覚醒させる術じゃと？うん、あの浄化の炎を僕がちゃんと使えたら。あの力はこの世界の道理をも覆しかねんものじゃ。その反動は某自身をも破滅させるやもしれんぞ。それでも某は覚醒したいのかい？力が欲しいんだ。ベルベットのためにか？それもあるけど僕は今清涼がやろうとしていることがすごく嫌なんだ。こんな世界楽しくない。だから自分にできる限りのことをしたいって自分の意志でそう思うんだよ。だからそんな術などわしは知らぬ。たとえ知っておっても今の棒には無意味じゃ。え、棒にはもう心の力が生まれておる。じゃが魔法では心を強くすることはできぬ。王に必要なのは決意と覚悟、あとは勇気じゃ。うん、ありがとう。あげる。言葉などいらぬから100ガルド送れ。え、お金取るの？魔女に柄にもないことを言わせて恥ずかしめたんじゃぞ。慰謝料としては安いくらいじゃ。マギルってほんと素直じゃないよね。よかった、あんたたちはまだ私の中にいたのね。痛くているのではありません。
あなたに喰らわれて仕方なくです。悪いけど謝らないから。私たちを四聖主に捧げるために探していたんでしょ。そうよ。それも謝らないわよ。構いません。謝って許される罪などその程度のものですから。そうよね。己が身勝手さを自覚していることだけは褒めておきましょう。覚えておくがいい、最下の剣主。僕は何度生まれ変わっても同じことをする。私もです。ええ、私もよ。今何か夢の話よ。自分の業の深さを思い知ったわ。ベルベット、前から話したいことがあったんです。そのあなたたちクーマとライフセットのことですが。気づいたのね、カノ主本体との関係に。はい、実際にやってみなければどうなるかわからないことですが。あんたが悩まなくてもいいわ。前にも言ったけど、悪いことは全部最下の剣士のせいにしとけばいいのよ。勝手に一人で背負い込まないでください。こんなことになったのは大魔師の責任でもあるんです。だからモアナたちのことは私が考えます。でもライフセットにはあなたが。話はそれだけです。どっちが勝手なんだか。けどちゃんと伝えなきゃいけないわよね。